こんばんは、大島たくみです。今回ボンビューの入荷情報をご案内させていただきます。ぜひ最後までご覧になっていただいて、オンラインサイトに飛んでいただければと思います。早速ご紹介させていただきます。まず一つ目がジェームウェストン、サイズが6で、ウィズが C です。アッパーの革もとてもまだかなりいい状態ですし、ソールも、まあ、かかと部分とつま先部分多少減ってますが、まあ、そんなに気になるほどではないです。でシューツリーも純正のものがついております。なかなかいいですね。この革の色、スウェードの質感もかなりいい状態だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。かっこいい一品だと思います。でもう一つ、セブンハーフの C、 こちらはシューツリーないんですけども、おそらくこれはもう 2,3 回 1,2 回ぐらいしか履かれてないブラックのカーフですね。いいですね。まあ、これはもう全然最近の一番新しいやつですかね。綺麗な状態です。めちゃくちゃいいですね。でこっちは一応箱とシューズバッグなんかの中に全部入ってます。なんでもう本当に新品そのもので2回ぐらい履かれてるっていう状態になりますので、よろしくお願いします。まあ、ソールもまだ黒い部分が全然こう残ってる状態ですね。はい、ぜひよろしくお願いします。あまり靴をオンラインで出すことってしなかったんですけども、そこまで積極的には。ただウエストに関しては多分サイズご存知の方も結構多いんじゃないかなと思いますので、サイズが分かる方が買っていただいた方がいいと思います。サイズ分からない方が買っていただくと、結構他のメーカーとは全然こうフィッティングが違いますので、サイズが分かる方がまあご検討いただければ嬉しいなと思っております。では次のアイテムご紹介させていただきます。こちらですね、リーバイス 501WX です。隠しリベットがついています。で紙パッチですね、ちょっとだけ紙パッチが残っています。あとはフロントボタンの R がですね、足長 R ではない通常の R になってます。これ以降足長 R になっていきますので、まあ、そういうのを考えていくと、まあ、1954年か、まあ、55年かぐらいのアイテムかなと思います。ちなみに両面ビッグイですね、両面タブです。でベルトループはオフセットになってます。まあとにかくそういうのをいろいろ言いましたが、状態がめちゃくちゃいいです。見ていただいても分かると思いますが、かなりこう風合いのいい、雰囲気のいい一本だと思いますし、さらにその上でこうダメージらしいダメージというか、補修跡だったり、まあ、ダメージが大きく出てたりだとか、そういう部分が、まあ、ほとんどないですね。まあ、股の部分のステッチがちょっと切れかけてるとか、まあ、ちょっとこう汚れがあるとかっていうのはあるんですけども、状態はめちゃくちゃいいです。レングスがオリジナルかどうかっていうのはちょっと定かではないんですけども、ステッチが切れてしまっているので、まあ、面紙を使われているっていうことを考えると、裾上げされてたとしてもかなり前に上げられているものだと思います。トップボタン裏は、多分これもう何もないフラットな状態のトップボタン裏だと思います。ウエストが78センチぐらい、レングスも67か68ぐらいなんで、割とこう小柄な方にぴったり収まるサイズだと思います。なかなか今この WX で、まあ、デッドストックとかたまに出ますけども、まあ履かれてるものでここまでいい状態のものって結構少なくなってきておりますので、まあ、値段はするんですけども、ぜひご検討いただければなと。はい、続きましてブッシュショーツです。ちょっとブランドとかわからないんですが、トップボタンはスナップボタンになっておりまして、ジップは YKK のジップを使ってます。でボタンにも全部刻印とかがないフラットなボタンなので、ブランドがもう全くわからないんですが、一応素材がコットンポリエステル50/50です。でサイズ36のアメリカ製ですね。でもいいですね、このブッシュタイプのショーツ。私もリーバイスで所有しておりますが、股下かなり短いんですけども、なんでウエストぴったりで履くと相当短くなってしまうので、まあ、私のリーバイスもそうなんですが、ウエストちょっと大きめにして少し腰を落として履くようにしてます。それで膝上に来る感じで私は履いておりますので、まあ、36インチなんですけども、まあ、32、3ぐらいの方に履いていただくとちょうどいいかなと、かっこよく履けるかなと思います。まあ、ちょっと汚れとかあるんですけども、まあ、かなりいい状態かなと思います。ブラッシュドツイルのような少しこう毛足のあるコットンツイルなんですけども、割とこういうの多いんですよね。ショーツってコーディロイだったり、ちょっとこう肉厚な素材を使ってるけどショーツみたいな、まあ、そこが洒落てるかなと思いますので、
ぜひよろしくお願いします。めちゃくちゃかっこいいと思います。色も使いやすい色ですね。ツーフルーツオブザルームアメリカ製でコットンポリ5050です。サイズ XL ですね。白ベースにスイミングチームのプリントがされております。いいですね、このプリント。こんな感じです。でこれはもう全体的に結構毛玉がバーッと全体に入ってますので、まあ、そこだけご了承いただければなと。スウェットってまあ毛玉とか汚れとか破れとか、まあ、あんまり気にしなくていいかなと個人的には思っていて、まあいい感じのスウェットだと思いますので、まあ、デザイン重視で選んでいただければなと思っております。続きましてアメリカ製ですね。サイズ M、 いわゆるカレッジセットですかね。一応前 V、 まあ、そんな古いもんじゃないと思うんですけど、一応前 V です。ここにラッセルのタグがついてますね。これはあの結構生地感もまだしっかりしていて、割とこう固めの張りのある生地感ですね。でもまあデザインがいいですね。ネイビーにイエローっていう、割とこうアイビーな感じのカラーリングになっておりますので、ぜひよろしくお願いします。とてもシャレてると思います。あのスウェットに関しましては、これからまた定期的に入れていく予定にはしてるんですけども、あまり何でしょう、こうチャンピオンとかリバースリーブみたいなところにこだわらずに、基本的には色とデザインを重視で仕入れていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今からの時期だと着るっていうことよりも、まあ、肩に巻く、腰に巻くみたいなことが、まあ、しやすいアイテムだと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ちょっと今回少ないんですけども、以上になります。また来週以降、紹介させていただきますので、楽しみにしていただければと思います。それでは今回終了いたします。どうもありがとうございました。